何でしょうか。私が図書委員だからです。はい、呼ばれていましたから。古典の前田先生です。図書室から持ってきた本を返却するよう頼まれました。掃除当番だったからね。下駄箱で物音がしたから、もしかしてって思ったんだ。なんだし、うん、あ、待ってよ。
ほら、ともちゃん起きなよ。ホームルーム始まっちゃうよ。もう何時から来てるの？ね、なんでそんな早く？あの音ってともちゃん家の前だったんだ。また後でね。だね、少年。はい、ちゃんと取っておいてあげたからね。あ、今日はね、特別にバナナッと入れといたから感謝するようにね。やだ、冗談よ、冗談。それはそうと、今日こそは放課後来てくれるよね。ないか。じゃあその時は頼んだよ。ありがとうございました。あ、三上くん。わかんないのよ。数学の問題。テスト範囲まで一応習ってるんでしょ？私なんか全然習ってないんだよ。それって別に三上くんが教えてくれてもよくない？この際わがままは言わないからね。一緒に勉強すればいいんだから。その方がお互いのためになるでしょ。
と言ったらなる。それじゃ早速今日から始めよう。何か不服でもある？うん、その息で頑張ろう。どうしたの？キョロキョロしちゃって。お父さんなら職員室に呼ばれてたよ。うん、ホームルームの時に言われてたでしょ。連絡事項とか聞いてたなんて話今までなかったしね。そんなのゆえに聞かれても分かんないよ。ところのプリントとかもらってるんじゃないかな。カバンもあるし、そうなるけど、なんでともちゃんがお父さんのこと待ってるの？教えるの？ゆえに不満があるわけじゃないけど、お父さんが数学赤点取ったらどうするつもりなのかな。ありえないとは言えないでしょ。関係あるよ。ともちゃんが数学苦手だってゆえ知ってるんだからね。お父さんにもちゃんとそのこと言ったの？
ああ、そうなの？いや、ゆえちゃん、まだ帰らないの？うん、今から帰ろうかって思ってるとこだよ。それじゃあ、俺と一緒に帰る？ううん、友達と一緒に帰るから、遠慮しとくね。そっか、そりゃ残念。って、こらこら！するんだよ。ほんの冗談だろうが、これぐらい気づけよ。お前宛に言づけを受けてきたぞ。それより、音羽さんからのこと。シン君、職員室にいたんだ。いや、帰ろうとしたらちょうど個展の前田に捕まったんだ。それでちょっとテスト前の注意を受けてたってわけ。まだ時間かかるから、今日の約束は明日に行こうだって。で、なんだよ、約束って。なって音羽さんとなんかあるんだろ。ほほ。あのね、ともちゃんが音羽さんに数学を教えてあげる約束のことだよ。いいでしょ、別に隠すようなことじゃないんだから。いいでしょ、別に隠すようなことじゃないんだから。あ、しんくんうまい。モノマネなら自信があるからね。なんてな。ま、音羽さんからそのことは聞いてるさ。お前な、俺が何も納得なしで動くようなやつだと思ったか？動かないの？いや、動く時もあるんだけどね。とにかくだ、音羽さん自身が智也に頼んだ以上、俺の出る幕はなしってこと。その代わりだ。音羽さんに赤点を取らすような真似はさせるなよ。
お前が赤点を取ろうが知ったことじゃない。要は彼女のために頑張れと言ってる。ともちゃん、明後日からだね、中間。そうだよね、普段から勉強してないし。750円で済むじゃないね、すっごくお得でしょ。
とか結構好きでしょ。あら、いいじゃない。行こう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 。え、本当に？本当に言ってくれるの？やったー！じゃあ中間終わってからね。絶対だよ。忘れちゃダメだよ。もう約束したからね。もし約束破ったら。この口を縫い付けちゃうからね。